皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日もアースリバイバル、略してアスリバ、やっていきたいと思います。はい、ということで皆さん、今日は待ちに待った旧世界の遺産やっていきたいと思います。今日もたくさんゲットして最強になりましょう。はい、ということで今日もやっていきたいと思います。この動画が少しでも良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあ、これからもね、アスリバの動画上げていくんで、ぜひよろしくお願いします。ではやっていきましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。教えてリディアタンのコーナーになっております。今日聞いていく質問はですね、はい、夏ということで怖い話は好きかと聞いてみたいと思います。さあ、リディアタンは何と答えるのか。いいえ、怖くありません。自分の使命を全うするためなら私は全てを捧げます。なんかキュンキュンすることを言ってくれますね。ありがとうございます。ではやっていきましょう。はい、ということで皆さん、まずラゴンに来てください。ラゴンに来ていただいて、こちらのね、魔の巣窟みたいなところ、そこに行ってもらいます。はい、ということでこの奥に行きましょう。はい、ということで皆さん、ここに来てください。このなんかめちゃくちゃ敵がいっぱいいるとこね。はい、ここでですね、ここに宝箱があったんですよ。で、僕ね、ちょっとわからんで今取ってしまって、その中身っていうのがこのスノーボードってやつです。はい、これがここの宝箱にあります。皆さんぜひね、座標の方見てください。はい、座標の方で言うとこの位置になります。はい、しっかりと皆さん座標を見てきてください。で、この敵がいる位置ですね、ここに来るとあるんで、すぐ来てください。ただね、敵がいっぱいいるんでマジで気をつけてほしい。マジでやられかけたんで私は帰ります。次のとこに行きましょう。はい、ということで次の位置にやってまいりました。お次はですね、この秘密基地の一番北側ですね、北側の小部屋があります。こういった感じの小部屋があるんですが、この小部屋のこの大きな柱があるんですよ。この大きな柱の裏側に宝箱があります。この中に入っているということで、はい、ということでね、次の場所に行きましょう。はい、ということで次のスポットやってまいりました。ここはね、僕見たことなかった。なんかすごいね、落ち着いてる人たちがいるんですけど、はい、温泉なのかな。あ、温泉らしい。ここなんと温泉がありました。はい、ちなみにこの場所になってます。皆さんしっかりと座標の方でご確認ください。はい、なんか温泉みたいです。はい、でここに宝箱があるんで、宝箱を取るとスノーボードゲットできると。お、めちゃくちゃ綺麗な景色だ。はい、ということでこのような綺麗な景色のところにあるんで、ぜひ皆さんも来てみてください。それでは次行きましょう。はい、ということで次のスポットやってまいりました。お次のスポットはこちらですね。皆さんしっかり座標を見ておいてください。はい、ここに宝箱があります。いただきます。はい、スノーボールゲットしていく。はい、ということで次が最後のところですね。行きましょう。はい、ということで最後の宝箱にやってまいりました。どこの位置かというと、ここら辺ですね。皆さんしっかり座標で見といてください。はい、ちょっとね、山の上ですね。下もあるんだけど上の方なんで、皆さん間違えないようにしてください。で、この宝箱の中に入ってます。はい、ということでこれでスノーボード完成しました。これでスノーボード完成していくということですね。はい、ということで見事にゲットすることができました。では、お次のスポットに行きましょう。はい、ということでお次のスポットはこちらになってます。このクエストをクリアしたらいいらしいんだよね。うん、で、この場所っていうのがここになります。はい、皆さんしっかり座標を見ていただいてここまで来てください。ということで挑戦してみたいと思います。いきます。これ何なんだろうね。2人以上パーティーである必要がある。あー、じゃあ無理だ。ここは2人パーティーじゃないと来れないみたいですね。はい、またパーティーができたら来ようと思います。はい、ということでお次はこちらになっております。座標の方を見ていきましょう。この位置になってます。エデンシティの、この座標に来てください。はい、ここに何があるかというと、はい、拾います。これですね、バトルスーツ。はい、ということで探しに行きましょう。はい、ということでお次はこの位置になっております。ここはですね、ラゴンですね。ラゴンのこの位置です。皆さん座標の方でしっかりとここまで来てください。
はい、ということで入手していきましょう。こちら拾っていくということで、スノーボード、はい、ということで次行きましょう。はい、ということでお次のスポットはこちらです。なんとケプラー港ですね。ケプラー港のこの座標の位置に皆さん来てください。はい、ここにあります。ということで入手していきましょう。はい、バックパック、はい、ということでもう一つありますんで、取りに行きましょう。今の遺産3つを揃えてからね、ここのこのブラックチャペルのところのこの座標の位置の場所ですね、ここに来てください。はい、この座標の位置に来ていただくと、この戦士ゴールドさんがいるんで、この人と喋ってください。この人に今の遺産をあげるとですね、代わりにこれをくれるっていう流れになってます。はい、ということでしっかりとアクティベーションしていきましょう。はい、 OK です。でですね、たまにねこのゴールドさんが出てない時があるんで、その時は一旦ゲームを切ってもう一回ログインし直してください。何回かしていると出てくる可能性がある。僕ね3回ぐらい今試してやっとゴールドさん出てきたんで、その辺皆さん気をつけてやってみてください。はい、それでは次行きましょう。はい、ということでお次の遺産の場所にやってまいりました。今さっきとね全然離れてないんですけど、一応見てください。マップはここになってます。で、一応皆さん座標の方で確認しておいてください。はい、で今の遺産クエストを終わった後にこちらに来てください。こちらに来るとこちらを拾うことができます。はい、これはもう一つで出来上がるんで、まあ、しっかりと今さっきのクエストを終わらせてこちらに来てください。でゲットしていくということですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで本日最後の遺産の紹介なんですが、こちらの定期イベントからリラックスからの仲間プレゼント、こちらでエベンナさんにねプレゼントをやってほしいんですよ。どういうことかというとですね、このエベンナさんの好感度の報酬で22になると遺産がもらえるんですよ。はい、なのでこのエベンナさんの好感度を上げてください。エベンナさんが好きなのはジャムとかね、このおやきとか好きなんで、全然上げちゃってください。はい、で1日上げれる量っていうのが決まってるんで、まあ上げれるだけエベンナさんに上げて、好感度を上げて、遺産をゲットしてください。ということで皆さんぜひねエベンナさんの好感度を上げてみてください。はい、ということで本日の旧世界の遺産巡りは以上になっております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。今回ねマルチプレイのやついけなかったのがめちゃくちゃ心残りなんで、めちゃくちゃ行きたいマジで。はい、ということで皆さんはしっかりとゲットしてみてください。ということで、皆さんの少しでもお役に立てれば嬉しいです。ぜひよかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。高評価をいただけるとモチベーションがぐっと上がるんで、ぜひよかったらよろしくお願いします。はい、ということでまた次回やっていきますんで、ぜひまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。